ハビエル・ガリード・ベオビデは、スペイン王国バスク州イルン出身のサッカー選手。ポジションはディフェンダー。レアル・ウニオン所属。少年時代にレアル・ソシエダの下部組織に加入した。2002年から2004年にはレアル・ソシエダ B でプレーし、セグンダ・ディビッシオン B で50試合に出場した。2003年10月8日、コパデルレのレアル・オビエド戦で、トップチームデビューを飾った。 2004年にプロ契約し、レアルサラゴサに移籍したアグスティン・アラン・サバルノを後継者となった。2004年8月29日のレバンテ UD 戦でプリメーラ・ディビシオンデビューし、3シーズンでリーグ戦86試合に出場して1得点を挙げた。クラブは財政難に苦しみ、2006から07シーズン終了後に セグンダ・ディビシオン降格が決まると、ガリードは移籍を余儀なくされた。2007年8月2日、イングランドのマンチェスター・シティ・ FC と4年契約を結んだ。移籍金は150万ポンド。8月11日のウエストハム・ユナイテッド・ FC 戦でデビューした。マンチェスター・シーは開幕から6試合で4勝4完封し、クラブの歴史に残るスタートダッシュを決めた。 2007年のクリスマス前、同じく新加入のマイケル・ボールに、レギュラーの座を奪われた。2007から08シーズンのリーグ戦は9位に終わったが、フェアプレー賞枠で UEFA カップの出場権を獲得した。2008年10月5日のリバプール FC 戦で、フリーキックから遺跡後初得点となる、ダイレクトシュートを決めた。2008から09シーズンは、 遺跡初年度を上回る失望のシーズンとなり、リーグ戦では13試合の出場にとどまった。2009年夏には、ボーダコムチャレンジに出場し、カイザーチーフス FC 戦には出場したが、セルティック FC 戦には起用されなかった。2009から10シーズンは、トップチームでの出場機会を得るのが、一層苦しくなった。 2009年12月にマーク・ヒューズ監督が去ってロベルト・マンチーニ監督が就任すると12月26日のストークシティ FC 戦でようやくシーズン初のリーグ戦出場を果たし数日後のウルバー・ハンプトン・ワンダラーズ FC 戦ではフリーキックから得点した2010年7月30日アレクサンダル・コラロブと入れ替わる形でイタリアの SS ラツヨに移籍した 2012年8月16日、ノリッジシティ FC に1シーズンのローンで加入し、再び、プレミアリーグでプレーすることとなった。2013年5月14日、同年7月1日からのリッジに完全移籍することが発表された。2015年8月10日、プリメーラディビシオンに昇格した UD ラスパルマスに移籍することが決定し、6年ぶりに母国に復帰した。 2016年8月、キプロスのエクラルナカに移籍した。ありがとうございます。